それではですね、今日は、蒲田哲学カフェを、運営されている高橋直樹さんにインタビューをお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、早速質問に行きたいと思います。高橋さんはどのような夢やビジョンをお持ちですか？やはり蒲田哲学カフェをですね、今、ちょうど1年ぐらいやってきたんですけども、これを2年、3年という感じで、できるだけ長期的に継続していきたいなというビジョンを持っております。1年前から、自分で開催するようになったということなんでしょそうですね、はい、うか。大体そういうことですね。じゃあですね、それを継続していくために、具現化していくために、どんな目標や計画を立てていますか？そうですね。簡単なようなんですけど、継続的、毎月でやっていくと。今、もともと、蒲田で、オフラインで始めたんですけど、コロナになってからちょっとオンラインの方でもやるようになって、今、両方ですね、ハイブリッドみたいな感じで、オンラインの会とオフラインの会と、地道なようですけど、ただ続けていくと。ひたすらに続けていくというふうなことを、目標というか計画でやっております。ちなみにどれぐらいの頻度で今は開催をされてるんですか？大体最近落ち着いてきたんですけど、大体月1回とか2回とか、ちょっと3回とかもやってた時もあるんですけど、ちょっとなんか、これちょっとやり続けると燃え尽きちゃうなと思って、ちょっと定期的な、どっちかというと、盛り上がってイエーイみたいなんじゃなくて、もうちょっとこう、定期的なルーティンというか、長く続けられる方法を、やろうかなというふうに思ってます。じゃあ、こうイエーイって盛り上がりたい、こうなんか思いっきり哲学したいっていう思いもありながら、これからも長くこう続けていくために今こうルーティンをしているっていう。そうですね。すごい熱い思いが伝わってき結ます構、ね。結構やっぱりね、哲学対話そのものは、私好きでやってるんですけど、やっぱり開催するってなると、そのね、対話以外の部分でも、すごい、あれこれしなくちゃいけないことがあるんで、そこをやり続けると、ちょっと、短期間であんまりガーってやるとなんか燃え尽きるなと思って、最近はちょっとこう、ペースダウンというか、長く続く方にシフトしてますね、なんいとなく。や、なるほど。開催するにあたっての準備だとか、開催した人のフォローだとか、なんかいろいそんなろ。感じですよね。なるほどですね。じゃあ、主催はお一人でされて、そうですね、一人で全部やってますね。それは全部やったら大変ですよね。なるほどですね。ありがとうございます。それでは次の質問に行きたいと思います。それでは、その目標や計画に対して、どのような活動指針を持って、具体的にどんな活動をされていますか？そうですね。活動指針というとあれなんですけど、ひたすらに開催を一回一回続けていくということですね。なんか、非常にシンプルなんですけど、それがなかなか、大変。哲学は結構いろいろやってるんですけども、都内とかでも、今はオンラインが多いですけど、やってもね、何回かやって、飽きてやめちゃう人とか結構たくさんいるんで、そこをちょっとやっぱり計画的に、一回一回を確実にこなしていくということですね。そういう活動方針。ぐらいかな。そんな大したあれはないですけども ただそういう、地道にという感じでやっております。なるほどですね。ちなみに一つお聞きしたいのが、たくさん哲学カフェをされている方もいらっしゃる中で、その横横のつながりっ
とか、はい、他の人のところに参加したりとかっていう、お互いそういう交流ってあったりするんですか？うん、あ、結構ありますね。うん、結構大体みんな主催しながら他の人のところに行ったりとか、まあ主催するぐらいの人って、うん、すごいやっぱ哲学カフェにハマってる人なんで、なんか、うん、まあ大体1回2回行ってみて、あ、こんなもんかって言ってまあそれからまあ離れていくとか、そういう人も多いと思うんですけど、まあ、主催までするようになる人ってよっぽどハマった人じゃないと多分やらないと思うんで、うん、まあ、そういう人同士はこう、まあ、集まったりしますね、うん、結構、うんうん、なるほどですねありがとうございます、はい、それでは続いて質問に行きます。ですね、こう哲学にすごい熱い思いを持たれているのがすごく伝わってくるんですけれども、そういったこれからも続けていきたいっていうような夢やビジョンを持ったきっかけは、何だったのでしょうか。そしてそこにどんな発見や出会いがあったんでしょうか。あ、はい、僕は哲学カフェっていうのを知ったの、まあ、現在45歳なんですけども、まあ、40歳過ぎてから初めてなんかそういうものがあるっていうのを、まあ、知りまして、で、まあ、その参加者で行ったんですけども、うん、で、まあ、それ行ってちょっとやっぱりハマりまして、あ、なんかこんな楽しい空間があったのかっていうのがあってですね、うん、まあその、まあ、なんかそういう自由にものが言えるというか、そういうところがすごい魅力だったんですけども、うん、まあそうですね、まあそうですね、まあ、それで結構東京都内でいろいろ行ってたんですけども、なんか自分家の近くにないんですよ、蒲田というこっちの、まあ、城南方面っていうんですけども、うん、でまあなんか毎回ですね、結構移動時間とかも結構かかって、まあ、1時間ぐらいっていう、まあ、地方の人から言われるとそれは短いんだよって言われるんですけど、東京都内だとまあ1時間ぐらいのところで結構遠く感じて、まあ、いろいろ行ったり来たりするのは大変で、なんか、うん、じゃあだったら自分家の近くで自分でやっちゃおうかなっていう、そういうことになりましたね。うん、こんな感じかな。なんかきっかけは何ですかって、うん、そうですね、はい、ありがとうございます、うん、なんか自由にものが見えるっていうのがすごくきっかけとしては大きかったのかなと思ったんですけれども、うん、そうですね、うん、やっぱ哲学対話の一番の魅力はそういう、うん、僕はまあやっぱりあんまり普段結構人間同士で喋ってますけど、それほどなんか大したことを喋ってないんですよね。なんかね、実際日常でなんかご飯美味しかったねとか、そうだねとか、うんとか、寒いねとか、そうだね、なんかぐらいのことしかだいたい喋ってなくて、まあ、うん、実際になんかそのね、なんかテーマを決めて、なんかこのことについてどう思ってますかみたいなことを話し合うと、意外とやっぱ人によっていろいろなものの見方とか考え方とかがあって、面白いなっていうか、うん、そういうのがありましたので、まあまあ、自由にものが言える感じ、うん、がすごく好きでしたね。なんか、うん、ありがとうございます、はい、それではですね、最後の質問に行きたいと思います。ですね、その発見とか、こう自由にものが言っていいんだとか、こうだから哲学を、ね、開催するまでにこう至ってると思うんですけれども、今の話ともつながると思うんですけれども、発見や出会いにどんなこう背景があったんでしょうか。こう普通の会話をこうすることにこうちょっと飽き飽きしてたとか、うん、なんかもっと深い会話がしたいとか、もっとこん人間こんなもんじゃないみたいな、なんかそういう思いがあったんでしょうか。うん、まあそうですね、まあ、たまたま最初に行ったところがやっぱりそういう哲学カフェみたいな空間がやっぱりそれまでね、40歳まであるとは知らなかったんで、うん、初めて行って、ああこんなのがあるんだっていう、うん、まあ驚きというか、うん、
やっぱりなんか新鮮だったっていうのがありますね。うん、かな。視点がいろいろなんか、うん、ありますね。ちなみにこう哲学カフェに最初に行ったきっかけっていうのは、なんかたまたまホームページかなんかを見たんですよね。なんか、そういうなんかそこでなんか、あ、こんなのあんだと思ってちょっと行ってみたっていうのがきっかけですね。もともとそういう哲学というものに関心があって、それで興味を持たれたんですか？そうですね、まあ、あの哲学って言ってもなんかその学術的な、 なんか哲学とかってあるじゃないですか、まあ、大学の哲学科の人とかがやってるような、はい、ああいうなんか文、なんか昔の難しいあの学問ではなくて、なんかあもうちょっとなんかこう砕けた感じの、なんか例えばそのなんかその愛とは何かとか、普通ってどういうことみたいな、平等ってどういうことみたいな、そういうなんか日常生活のあのことを、まあそこにその場で集まった人で、まあゼロから考えるっていうんですね。やっぱりそれが面白いというか、全然学問としてはあの哲学家も出てないし、哲学者の本とかもほとんど読んだことがないというか、なんか、読んでもちょっと難しいからもうちょっとあの飽きちゃうみたいな感じですかね、確かに哲学書ってすごい難しいですよねなんか難しい、ソクラテスとかなんかニーチェとかね、なんか結構あの集まって喋るとなんかそういうの好きな人っているんですけど、私はあんまりなんか、あんまりよくわかんないですね、そっちの。実際、哲学カフェやってますけど、あの哲学者の方はほとんど読んだことないんですよね、なんか。じゃあ、こう、普段こう日常会話とかじゃない、もっとこう、一段階こう、踏み込んだ愛とはとか、生きるとはっていうところの考えをみんなでこう、ゼロから、その考えの道をこう作っていくっていうことにすごくこう楽しみというか、そうですね、すごいそういうところはあると思います、なるほど。ちなみにもう一個聞きたいのが、あのプロフィールを見させてもらって、はい、沖縄空手、はい、あ、はいはい、と哲学っていう言葉が並んでいて、その哲学とその空手っていうのは何かこう関連するんですか？ああ、まあ関連するっていうか、あの、まあ、格闘技ちょっと長くやってましてですね、もう18ぐらいの頃ですかね、まあ、キックボクシングから始めたんですけど、でもいろいろ手を変え品を変え、まあ、現在まで続いてはいるんで、まあ、今あの沖縄の空手をやってるんですけども、まあ何とかな、あれ、あのちょっとブログがですね、あの長くやっててですね、あの最近は格闘技ネタとかがちょっと飽きちゃったというか、あの哲学カフェのネタを書く場所があの欲しかったんですけど、ずっと長くやってるブログなんで、まあ、そっちに書いちゃえっていう、合わせてしまった方が楽だなと思って、だからなんだ空手と哲学って関係あるのかって言われると、まああまり関係あるのかな、ちょっとは関係あるんでしょうけどね、とか思いますね、ありがとうございます。すごくあの気になってたところなので聞けてよかったです。はい、それでは5つ質問が終わりました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。